パイロットになりたいという方々、航空業界が大好きな方々、そして、パイロット資格をお持ちの方々に面白くて役に立つ、情報を目指して、国内初の日本人 FA パイロット試験官が熱血指導する FSO パイロット留学アカデミーの提供で、コミュニティラジオ FM ギノワンと FM 宮古から放送しております。 FM ギノワンのツイキャス、そして私玉那覇の Facebook ライブの同時配信も行っています。番組終了後は YouTube にてアーカイブされています。番組へのコメントは今放送中のツイキャス、FM ギノワンのメールなどでも受付しております。してます。メールアドレスは 797@fmginowan.com です。たくさんのメッセージをお待ちしております。この番組ではパイロットになりたい方々や、現在パイロットとして活躍中の方々をゲストとしてお呼びしてきましたが、今月、7月の5月分の放送は、スカイマークの方々にお越しいただけることになりました。その第1回目、スカイマークの佐山信夫さん会長にお越しいただきました。皆さん聞き間違いでも私の言い間違いでもありません。本物の航空会社の会長である、スカイマークの佐山会長なんです。なぜ沖縄の小さいラジオ番組へ、私は狐につままれた顔をしてませんかね謎のなぜかを後で聞いてみたいと思います。そんなわけでですね、私は番組始まって以来最大の緊張しています。パイロット資格の実地験よりも緊張しております。ではお楽しみに。佐山さん、テスト中。はいはい。テストしましょうか、音声。はい、大丈夫ですか、大丈夫でしょうか。聞こえてます大丈夫ですか。もう一回喋ってます。これ今、ライブで、こう見たらライブが出てくるんですか。OK、聞こえる音声。大丈夫ですか、聞こえますか。音声 OK、音声 OK、OK、OK、大丈夫ですか。すいません、どこ見ればライブが出てくるんですか。今ね、佐山さんの声がね、私のモニターに聞こえてないですよ。そうですか。今だけこれにした。ああ、大丈夫ですか。はいはい、聞こえました。聞こえますか。聞こえますか。聞こえました。ありがとうございます。これ どこ見ればライブっておっしゃいました。FM ギノワンの、FM ギノワンページからツイキャスがあるんですね。ああ、FM ギノワンいけないんですね。はい。はい。わかりました。はい、ありがとうございます。このおしゃべり動画も流れてますね。地元では CM も流れてるんですけど。いますね。いやー、超緊張する。ちゃんとスカイマーク映ってますか。大丈夫ですね。はい。あそこも、森田大丈夫ですよね。あ、はい。追記はそのね、質問がね、ちょっと見えないんだよね。なので、適宜教えてくださいね。ありがとうございます。さっきのものが、あ、来てますね。来てますか。来てます、来てます。はい、20秒前。20秒前。あ、それパラパラと見れば何があるか分かるんで、分かりました。喋ってる間でも見てみてください。分かりました、見てみます。はい。あ、始まる、はい、あと4秒、3秒。分かりました。はい、パイロットになろう、この番組は国内初の日本人 FA パイロット試験官が熱血指導する FSO パイロットアカデミーの提供でお送りいたします。それではそれでは皆さん、大変お待たせいたしました。早速ゲストのスカイマーク株式会社佐山信夫会長を、ご紹介いたします。こんにちは、おはようございます。おはようございます。すみません、私FM ギノワンのポリシーで、スタジオ内をマスクということで、大変申し訳ありません。この部屋私だけなんで撮ってます。ありがとうございます。はい、はいはい、じゃあ私の方から会長をちょっとご紹介させていただきます。はいはい、一橋大学大学院、京都大学経営管理大学院、京都大学大学院、関西大学、経済学部などの教授職ほか、インテグラル株式会社の代表取締役、そして、航空会社であるスカイマーク株式会社の取締役会長と、多くの大学研究機関や経済界での重要なポストを歴任されております。ご専門は M&A や経営、
という佐山さんに今日はお話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今回のお招きいただきましてありがとうございます。ありがとうございます。逆に楽しみにしてました。楽しみにしてましたか、はい、早速私冒頭でもお話したんですけども、まあ、我々沖縄のちっちゃなコミュニティラジオで、こういった番組をしてるんですけども、この番組の出演を決められた理由って何ですか？いやもうそれはもうあれですよ、沖縄重要拠点の一つですから、はい、喜んで、何回でも来ますよ。ありがとうございます。 お気軽に呼んでください、はい、ありがとうございます、はい、全然今気軽じゃなくても緊張がまだ解けないんだけども。いえありがとうございます。はい、はい、今日は東京からですか？そうです、東京 の、 あの、はい、インテグラル東京駅のね、はい、横にあるんですが、はい、本社の会議室にいます。はい、はい、じゃあ今日はよろしくお願いします、はい、貴重なお時間お願いします。これ1時間ほどよろしくお願いします。はい、先ほど私がご紹介したあのもうさまざまなご経験があり、まあ、大学でも教え、ツイッターでも拝見するともうさまざまな本当ご経験ご経歴の中があるんですけども、このスカイマークの経営に携わることになった、はい、その経緯っていうのはどんなことがありますか？はいはい、そうですね、2014年のね、12月に、全経営陣、の人たちがですね、いろんなスポンサーを探されているというふうなお話をお伺いして、前の社長の、ね、西久保さんのところに行きました。でその後ずっとお話をしてたところ、スポンサーがなかなかつかないという話だったので、我々が手を挙げて、5年前ですね、2015年の1月の28日に民事再生の申し立てとともに、スポンサー契約を締結しました。まあ、その時はですね、はい、約2000人の従業員の方がおられたんですが、うん、皆さんどこまでご存知か、私当時はよく十分理解してなかったんですけどね、航空会社、航空業界っていうのは基本的に大手2社、あるいは大手2社のグループ会社なんですよね。うん、完全な独立系っていうのは当時スカイマークだけだったんで、うん、スカイマークが万一破綻してしまってなくなったとしたらですね、例えば宮古とかね、石垣とか我々撤退したらですね、うん、値段がバーンと上がったと思うんですよ。うん、ですから独立系のね、航空会社の存在意義は大きいということ、うん、それから約2000名の方の雇用の確保という観点からですね、この利益とか全く度外視してなんとかなるんじゃないかなと思って手を挙げました。うん、そしたら皆さん頑張ってもらってですね、思った以上にうまくいってるということです。ありがとうございます。いや素晴らしい。でも正直言ってその 利益を度外視ってすごく大きな決断だったと思うんですけども。そうですね、おそらく我々以外のファンドは多分やらないと思うんですね。なぜかというと民事再生の申し立てをしましたっていうとね、従業員の方辞められる方が出てきたり、あるいはお客さんが敬遠されたりしますからね、将来の予想なんてできないんですよね。しかしじっくり調査させていただいてね、それからスカイマークの皆さんとお会いした時に感じたのはね、これはなんとかなるんじゃないかなと、うんうん、もう例えば我々90億円まで出しますという約束スポンサー契約したんですけど、うん、その出した90億円が戻ってこないことはなさそうだと思ったんですね。うん、ですから儲かるなんても一切思ってません。あ、しかしやる意義が先ほど申し上げたように、はい、まあ、実質唯一の独立系の会社が存続するということは日本にとってね、またお客様にとって非常に意義深いことだと思ったので手を挙げたんですね。そして思いのほか社員の皆さん、それから皆さんのご支援によりですね、非常に順調に来ていたと、コロナまではね。しかしまあ、しかしコロナもね、思ったよりはもう底を打ってですね、回復基調にあります。おかげさまで。ガンガンいきますからね。はいはいはい。はい、素晴らしいですね。まあ、今さ独立系というふうにおっしゃいましたけど、やはりスカイマークという航空会社はすごく特徴があると思うんで、独立系というところで。はい、そうですね。まあ、特にこういったまあ、コロナの影響もありながらも今後はもう底を打って次に行くというところで、はい、まあ、スカイマークという航空会社、はい、どういった特徴が、独立系というところでどういった特徴があるんでしょうか？そうですね、まず基本的に国内中心にやってまして、成田とサイパンの1往復だけが海外で、うん、あとは全部国内なんですね。うんうんうん、北から行きますとね、はい、千歳、まあ、北海道ですね、うんうん、それから仙台、それから茨城、うん、それから羽田、それから中部国際、まあ、名古屋ですよね、うん、それから神戸、
で、福岡、長崎、鹿児島、奄美、それから沖縄、那覇ですよね、うん、に支店があります。で、飛行機がですね、現在、ボーイング737、ダッシュ800、177人乗りの飛行機を29機、飛ばしていると。で、社員が約2500名ですね、うん、という感じですかね。で、お客様の内訳がですね、うん、ほとんど皆さんね、日本人の方なんですね。よくね、インバウンド、外国人の観光客増えてましたよね。はいはい、ですから、外国人のお客様が多い航空会社多かったと思うんですが、うん、ほぼ全部、ほぼ全部と言ってもいいぐらい日本人の方なんですね。まあ、外国の方、乗ってこられる方も日本に住んでる方とかね。いわゆる外国のからのインバウンドの観光客の比率はもう極めてゼロに近いぐらいだったと。まあ、いうのも今回のコロナでのダメージの少なかった一つの理由だと思いますね。まあ、これは裏返せばね、はい、もっと営業しとけよっていう話なんですけど、おかげさまでね、はい、年間のですね、平均搭乗率、民事再生の前はですね、年間で 60% 台だったんですね。うん、68とか9とか。うん、大体ですね、大手2社が 70% ぐらいです。JAL さんとか ANA さんがね。うん、それがですね、新体制になって皆さんが頑張っていただいて、また沖縄の皆さんもね、たくさん乗っていただいて、年間の平均搭乗率がですね、83から84%。非常に高いんですね。13、4ポイント高いんです。うん、ということは、まあ、結構感染便は満席ということなんですね。うん、ですから、まあ、手を広げてね、インバウンドのお客さんに営業していく余裕がないというか、もうそれでもういっぱいであったと。日本人のお客さんだけですね。まあ、そういう状況ですかね。はい、じゃあ国内のお客さんのほとんどっていうのは、はい、まあ、私も何回か乗ったことあるんですけども、ええ、まあ、全員が全員の顔を見てないんですけど、やっぱりすごい特徴がありますね。はい、機材にしても、で、私はい、機材1種類でね、ですから非常に効率よく飛ばせるということですね。うん、必ずですね、私が搭乗するときに一番最初に搭乗してね、皆さんをお出迎えして、それから飛び立った後は一言皆さんにご挨拶をしてね、うん、でずっと回っていくんですが、うん、ほぼ間違いなくほとんどの方が日本人の方ですねというのが現状ですね。じゃあ佐山さん、飛行機乗れるときは必ず皆さんに挨拶すると。必ずです。これはですね、実は投資してすぐはですね、どうしていいかわからないんで、はい、うん、一番後ろの方に乗ってたんです、通路側にね、うん、で後ろから見ててですね、皆さん乗ってこられるのを見ててね、いやありがたいなと、うん、いろんな選択肢がある中でスカイマーク選んでいただいてるわけですから、うんうん、私この感謝の気持ちをね、どうして表したらいいんだろうなと思った時に、うんうんうん、ちょうど2016年の4月にね、うん、タイガースジェットって飛ばしたんですよ、うん、でタイガースの絵がバー書いてあってね、うん、中に入ると黄色と黒のヘッドレストカバーで、ロックおろしが流れてるんですねその商品をですね、はい、羽田から神戸に飛んでいった時にタイガースのユニフォーム着てね、はい、一番最初に乗ったんですね、はい、でお出迎えしてね、はい、で飛び立った後皆さんにこれはタイガースジェットですというご説明をして、でタイガースの内輪を配って回ったんですよ。で皆さんが帰られるのをお見送りして最後に降りると、うん、でそれで分かったんですね、あ、これだと、うん、最初からねタイガースジェットと関係なくね最初に搭乗して、うん、ありがとうございますというのをお伝えしてね、うん、でご挨拶をして、うん、できっちりお見送りすると、うん、ということだっていうのが分かったんですよね。例えばね旅館やそれからまあレストランなんかでもね支配人とかいろんな方がねお出迎えとかされるでしょう、うん、まあ、結局そういうことなんですね。本当にね、心からご登場いただいてありがとうございますという気持ち表せるんですよね。うん、というのに気がつきましたんで、毎回必ずそうしてます。うん、へぇ、はい、そういう航空会社っていうのは、まあ、私は、まあ、多分ないと思います。ないですよね。パイロットが出てきて、ありがとうございますっていうのは、はいはいはい、よく見たことあるんですけど。ないと思いますけどね、私言わせればね、当たり前だと思うんですよね。はい、でついつい、伊藤洋華堂ね。はい、伊藤洋華堂の伊藤さんが、の話をしてても、最初にね店を開かれた時はね誰もお客さん来られなかったんですって。で何日か経って初めてお客さん来ていただいて、それで分かったことは、お客さんっていうのは基本的にね来ていただけないものなんだと、うん、来ていただけるのは本当にありがたいんだっていうのが書いてあったんですよね、うん、
ところがね、会社がどん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 大きくなったりすると、来ていただくのが当たり前だと思われてるんですよ。いや、実はそうじゃないんですよね。本当に来ていただけるのはありがたいことだっていうのをね、噛み締めながらお迎えしてます。素晴らしい。これ多分、どこの事業者にも、やってる方にも、日本、沖縄で打ち当たりしてるような感じです。素晴らしいですね。その今のその、はい、飛行機が、就航先のお話もありましたけど、はい、先ほど、はい、沖縄、そして茨城、はい、で北海道っていうふうにおっしゃったんですが、はい、例えば、はい、我々沖縄に住んでます、はい、で茨城便で行きます、でそこで乗り換えて、はい、その日で北海道っていうのはもしかしたら可能かな、はい、ね今ね、那覇から飛んでるのは、はい、茨城でしょ、はい、茨城、羽田、はい、それから名古屋、はい、神戸、福岡、はい、なんですよね、はいはい、そうすると東京それ飛んでますし、それから羽田とか神戸から乗り継ぎで行くとかなりいろんなとこ行きますよね、ですよね、それとね、うん、大体大手2社と比べて、うん、運賃は、まあ、ざっくり、4割安いですからね、かつね、はい、かつ LCC のように座席が狭かったりすることはありません、大手2社と同じです。それから手荷物も20キロまで無料でお預かりする。これも大手2社と一緒ですよね。うん、で、座席も指定できる。ね。うん、さらにですよ、これ重要なんですが、今のところね、まあ、暫定の数値ではあるんですが、うん、3年連続ね、定時運行率が日本一なんですよ。3年連続ですよ。もう正式な数字は今月の下旬に国交省から発表されますが、うんうんうん、まあ、自前の数字皆さん発表されてるんで、はい、まず間違いないですが、はい、3年連続日本一。すごい。昔はですね、はい、昔ももし、ご登場いただいてたとしたら、遅れたり欠航したと思うんですよね、うん、当時はね最下位だったんです。へえ。欠航率も高かったんですね。ところが今もう3年連続、定時運行率日本一、うん、要は正確に飛びますということ、うん、でさらに欠航率の低さもずっと日本一なんですね。うん、これはなぜ実現できてるか、はい、これはですね、まあ、29機あるんですが、うん、当然ざっくり言うとね、3割がね、天候理由で、遅れたりするんですよ。例えば嵐が来たとかね、うん、大雪だとか、うん、大雨だとかね、うん、それからあと3割がですね、混んでる空港からの待機指示なんですよね。あ、はいはいはい、ですからね、約6割がですね、どうしようもない理由なんですね、うん、しかし逆に言うとね、4割は我々の理由なわけです。うん、その中の一つが、例えば、まあ、飛行機というのはご存知のように部品がもう山ほどありますよね、うん、もう一つでもおかしかったらダメなわけで、うん、機材の不具合が見つかったときにはその修理にやっぱり時間がかかるんですよね、うん、でもしも、まあ、1日5回ぐらい飛ぶんですが、うん、初便で何か不具合があって使えなくなったとしたらですよ、うん、あと全部ね5便欠航になってしまうんですよね。はいはいはい、そうですね。したがって、我々は最低1機は予備機を持つようにしてるんです。29機のうちの1機は。したがって、うん、その機材の不具合による遅延、欠航というのをね、うん、もう最小限にしようという努力をしているのと、うん、それから毎週水曜日にですね、うん、前の週に遅れた便の原因の究明と対策、うんうん、それからさらに月に1回は、うん、定時制向上委員会というのをね、うん、全部の部署が集まってやってですね、うん、会社としての方針を立ててます。でそのベースになるのはですね、うん、毎日なんですが、毎朝ね、うん、全部の空港支店を結んで、うん、テレビ電話で結んで前日の定時運行率を発表してるんですよ。でそれによってね、うん、他の空港がどんな感じかって全部分かりますしね、あ、まあ、当然ある程度の競争も生まれますしね、うんうん、とにかく、日本一目指してやろうと、うん、もう1位とその他だということで、みんなで取り組んできた結果です。うん、はい、全国の視点で同時にその前日の、定時率を分かることによって何パーでしたと、うん、やっぱりそれなりに意識も高まりますよね。はい、高まりますね。でそれは全部の空港視点の皆さん聞いてますからね。その要はね、意識なんです、うん、よく聞かれるのはですね、うん、その日本一に、最下位から日本一になったのにね、うん、どれだけ投資しましたかって聞かれるんですけど、うん、基本的に投資はゼロです。みんながそういう方向に気持ちを切り替えて、うん、みんなで取り組んだ結果なんですよね。
ですからこれが例えばですね、うん、本社で見ててですね、これをこうしましょう、ああしましょういってなりましたな、どんな単純なもんじゃないですね、うん、それぞれの部署で、うんうん、その現場で少しずつの積み重ねがこの結果を生んでるんですね。例えば、うん、パイロットの方がその意識がなかったらですよ、うん、これ絶対日本一にならないし、うん、それから客室乗務員、それから整備、グランドハンドリングね、うん、それからカウンターの旅客の人たち、うん、どんな人たちのから定時制日本一の意識が欠けてもね、日本一できないですよ、うん、要は航空会社のですね、うん、総合力だと私は思ってるんですね。なるほど。ですから航空会社の総合力で日本一になったってことは、うん、私何でもなれると思ってるんです。航空会社のどんな分野でも日本一になれると思ってるんで。なるほど。ただあんまり喋りすぎて申し訳ないですけど、いやいやいや、一番大事一番大事ほっといたらね2時間ぐらい喋るんですけど、ね、ただ一番大事なのはね、はい、実はね、はい、社員満足度なんですよ。あ、社員満足度が低かったらね、はい、どんな号令かけたって一生懸命しませんからね。はい、逆に社員満足度さえ高ければ、はい、方向性さえ間違わなければね、はい、もうトップになれるんですよね、と思ってます。なるほど、なるほど、ええ、でもそのじゃあ普段だと多くのその中小企業もそうなんですけども、はい、やっぱりその実績が上がらない、業績が上がらない、じゃあどうしよう、みんな、はい、みんな頑張っていこうぜだけではなくて、ええ、じゃあその一人一人のメンバーにそういった意識をさせるなんかテクニックみたいな、いやいや、テクニックってないんですけど、うん、私がずっと続けてきてるのはですね、うん、もうすぐ5年になるんですけどね、うん、会長就任以来ですね、うん、毎週皆さんに、うん、狭山だよりっていうのを出してるんですね、うん、でこれは先週どんなことやってきましたっていうのをね、写真付きで説明してるんですよ、うん、で最初の頃はね、うん、どっかセミナー行きましたと、うん、我々低準効率日本一を目指せますっていうお話をしてきましたって書いてたんですね、うんうん、でそれをね毎週書くんです、毎週、うん、毎週書いて、どこどこ行ってきました、ここでもこう行ってきましたって、毎週目指してますっていう話をしてきましたってずっと書いてたんですね、うんうん、そしたら日本一になったんですよねで日本一になった後は日本一になりましたって言ってきましたって毎週 の, その私のレポートに何回も出てくるんですよ、うん、低準効率日本一という言葉が、うんうんうん、それと朝会とかいろんな会議でも必ず言いますんで、うん、これはね定時制向上しましょうじゃないんですよ、うん、定時制を上げましょう、頑張りましょう、あ気がついた日本一でした、これ絶対ないんですよね、うん、日本一を目指したからなってるんです。ですから、うん、日本一を目指して、みんな日本一を目指そうという気持ちがこの結果を生んでると思いますね。うん、ですから社員の皆さん、私誇りに思いますね、うん、素晴らしいと思います。最下位から日本一ですからね、それはそうですよね。いや、佐山さんのツイッターも私、はい、拝見してるんですけども、はいはい、その社員さんとの、はい、オンラインの懇親会、あ頻繁にやられてるみたいで、そうなんですよ。本当はね、各支店とかグループとの飲み会をやってたんですけどね、うん、今できないですよねできないんでしょうがないんで、うん、まあオンラインしようかっていったところをね、うん、そういうことはやってるわけです、うん、でこのお話も、うん、そのオンライン飲み会で出たんですよね。あ、そうなんですね。あ、そんなあるんですかって言って、そのパイロットの人たちのね、はいはい、飲み会で、はい、出てですね、はい、出ていいんですかって、いや出てくださいって言われたんで、はい、喜んでって言ってね、はい、出していただいた。なるほど、そういう経緯があったんですね。やっぱりね、はい、今回やってみて分かるのは、うん、まあ、飲み会というとね、やっぱり30人ぐらいになるんですよね、2、30人、うん、で一人一人と話す時間ってやっぱり短いんですよね、うん、そのオンライン飲み会となると、まあ、30人もいないんで、うん、まあ5人ぐらいの感じですよねそうなるとね、それで1時間半ぐらい喋ってますからね高校にはね結構ね突っ込んだねお話ができるんですよね。あ、でそういうね現場の皆さんのお話っていうのは非常に貴重ですね、はい、5、6名で本当、はい、一番現場の人のお話が勉強になります、うん、それが直に話ができる機会が、はい、逆にね、オンラインがあったからこそできることですよね、今回。まあそうですね、ただですね、うん、はい、狭山だよりっていうのを出してるんですが、その一番上にね、うん、私の携帯番号とメールアドレス書いてあるんで、うん、いつでも連絡してくださいっていうことにはずっとしてたんですね。ですから直接飲み会の誘いもあることはあるんですよ。そうですか。まあ、しかしまあ飲み会というと人数が多いんでね、はいはいはい、
まあ、そう突っ込んだ話にはなかなかならないんですけども、うんまあ、オンライン飲み会のいいところはそういうところですよね。で実際にその佐山代理というところで電話メールで、じゃあ今回、まあ、オンライン飲み会だったりいろんなイベントの話、直接の、要するにあの、メッセージが伝わるということですね。そうおっしゃる通りです。すごい。でね、あのスカイマークの場合は、毎朝ね、毎朝役員朝会ってなってるんですよ、はい、毎朝ですよ、はい、だからその後に毎朝全空港支店を結んで、テレビ電話会議やってるんですね、はい、でさらにね、週1回、はい、経営戦略会議となってましてね、はい、そこで重要事項は基本的に全部決まるんですよ、うん、ですから飲み会でも何でも言ってもらったことは、うん、もう次の経営戦略会議で出します。ほそういう感じですね。早い。まあ、ですから、出ないとね、うん、言ったことをやってくれなかったも言わないですよ、誰もね、うん、できることはもうすぐやります。へえ、じゃあもうスピード感がすごいですね、いきなりもう本当に佐山さんというトップにお話をして経営会議で決まるわけですから、まあこれもやっぱり2500人という、ね、サイズだからできるとは思うんですけどね、うん、これは何万人となるとなかなかね、あるいは世界中となると難しいかもしれませんが、うん、基本日本だけなんで、うんまあ、できるってことですよね、うん、日本とサイパンだけですから今ね、うん、今もサイパンにも、スタッフがいられて準備は進められてる、はい、そうなんですね、去年の11月29日にね、うん、商品を飛ばしまして私も乗ってきましてね、うん、もうサイパン抜群に綺麗でね、うん、3時間半で行けるんですよね、うん、もちろん沖縄も綺麗ですよ沖縄も綺麗なんですがサイパンもね、はい、外国という意味では本当に近い、場所で非常にいいところなんですね、うん、ところが残念ながらコロナで、まあ、アメリカがそういう状況になり、うんあまあ、国際線というのはねちょっと先が見えないんでね、うん、今ちょっと休止してますけどね、うんまあいいところですよね、非常にね、いつかは復活する予定は、はい、そうしたいと思ってます、はい、でこれはまあ日本だけでできないことなんでね、はいはい、その今の就航先の中で、はい計画している路線というのはありますか、近々。そうですね、10月にですね、はい、羽田下地島やった、あ宮古ですよね、はい、これね、こうご期待ですからね。おというのは、以前ね、はいはい、もう私が、まあ、関与する直前の話なんですが、はいはいまあ、経営不振に陥って、はい石垣宮古っていうのは撤退したんですよね。うんで撤退した後ですね、うん、運賃がものすごく上がったっていう話をいっぱい聞いてですね、うん、ぜひ出してほしいと言われてたんですが、うんうんうんまあ、なんせ、民事再生直後、そんな余裕はなかったんですけどね。うんうんやっと、まあ、体制の整ってきたので、うん、新路線という時に真っ先に、羽田下地というのを国土交通省に、お願いをしたところ、うんじゃあやってみろということでですね、実はこの2年間に実績が上がらないとダメなんです。これはあとりあえずやってみろというところなんで、ぜひね、うん、ご利用いただきたいんですね。あご利用いただければもうずっと行きますから。いやはい、サイパンももちろん綺麗なんでしょうけども、沖縄も綺麗、これがです ね、 そうですね、やっぱり宮古、はい、先島、まあ、下地の海の綺麗さもすごいですよ、ね、あの空港もまたね抜群綺麗ですよね。綺麗ですね、ぜひ1号便来てください。 ありがとうございます。取材にあぜひぜひ、あもう羽田から出て、ね、あの初便で乗っ てカメラ回して、そのままね、あ素晴らしい、ぜひ取材させてください、はい、ありがとうございます。行きましょう。就航予定は10月のまあ、最初はこれから決まりますけど、まあ、下旬ですよね。下旬ですか、はいはい、これは 毎日飛ぶんですか、週何便とか。毎日です。毎日です。素晴らしい。それもいい時間に飛ばそうということで今調整中です。あいいですね、まあ、近々発表しますけどね。いいですね、最高ですね。やっぱりね、沖縄に来ていただくのはもちろんそうですけども、うん、下地、先島に直接行けるっていうのは素晴らしい、期待しています。まあ、調べてもらったら分かりだと思うんですが、今ね、むちゃくちゃ高いんですよ。羽田、宮古とかね。期待してください、うん。我々が出たらね、そこも下がりますから。おだから嫌がられると思いますけど、他社にはね。うん、いやしかし、それだけ存在価値があるってことなんでね。うん、いきますよ。いや、もう、はい、それであれば本当にたくさんの方々が、まあ、いやぜひ利用してください。もう来るし、はい、逆に沖縄からね、東京に行く機会、そうです。ね、期待ですからね、那覇からどの飛行機乗ろうかなと思ってるときに、うん、ぜひね、比べてみてください、うん、いろんな意味でナンバーワン目指してるんで、うん、少なくとも1回ご利用してみてください、うん、あ私はもう何回そうすれば分かると思う、はい、うん、皆さんぜひ宣伝してください、はいはい、皆さんぜひ後ろに、どこにも負けない航空会社になろうと思って
頑張ってますんでね。ありがとうございます。はい、ですね、ちょうど中盤に来たところで一旦 CM に入って、はい、また後半のお話に引き続きいきたいと思います。はい、はいはい、そのまま話し出して、ちょっと待ってください。佐山さん、どうもありがとうございます。なあ、ちょっと喋りすぎて申し訳ない。いや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 、素晴らしい。真奈美さん、これちゃんとモニターとか大丈夫？はい、今映ってます。今大丈夫？さっき隠れてて、あれだけ OK？ なんかツイキャス見る余裕がなくてさ。ツイキャスは山内さんから来てて、で、Facebook が、Facebook も来てる。これです。質問は特にないんですけど、あの、すごい反響がやっぱり大きい。なんか佐山さんあれです、幸吉さんがもういろんなところにあの拡散して、あのみんな出てるから見てねっていう話。ああ、そうですか。いいですね。いいですね。素晴らしい。いや、でも本当下地は期待してます。やっぱりあの、そうですね、東京から、はい、宮古行きたい、下地行きたい時に、はい、なかなか、はい、そういう、ね、機会がなかったので、今でこそまだ宮古便があるんですけど、そこからさらに車で行く形になるので、はいはいはい、それが直行だとすごくすごく嬉しいです。そうですね、はい、しかもあの空港が本当に綺麗なんですよね。そうですね、すっごく綺麗です。素晴らしいですよね。真奈美さん、なんかメッセージ来てたよね、さっき。あれですか、うん、ジュンさんからも今ついてる。誰誰、私もいるよって。ジュンさん、ありがとうございます。山下さんもありがとうございます。はい、あ、テレキノさんからマスクなんだけど、すいませんね、マスクはね、局のルールなんで、すいません、本当失礼、申し訳ないです。じゃあ20秒前、はい、引き続きよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。もしあの送った資料がね、はい、そちらに移るんならば、まあ、関連のやつもいろいろ混ざってるんで、例えば佐山大臣の例とかね、お映るんであればですよ。別に映さなくても構わないですけど、映るであれば。結構。じゃあ、開けますね。はい。玉の花へのパイロットになろう。この番組は日本初、日本人 FA パイロット試験官が熱血指導する FSO パイロットアカデミーの提供でお送りしております。佐山さんからですね、もう事前にいろんな資料をいただいてですね、素晴らしいその取り組みですね。あのいろんな資料を今、一緒に見てるんですけども、本当に、ミニ再生というと、いうような、聞きからですね、あの、まあどん底でしたからね、どん底、それから一気にもう、定時ナンバーワン3年連続、そうですね。いや、これ本当に皆さんよく頑張れと思いますよ。すごいですね。ただこれね、あのご利用いただいてるね、お客様のご協力もないとできないですよね、はい、うん、遅れてこられたらもうダメですから、ね、はい、うん、ですから見てるとね、あの皆さんよく理解していただいて、うん、パッと乗ってパッと降りていただきますね。それとね、はい、機内の清掃もね、客室乗務員とかがやってるんですよ、うん、スカイマークはね。うん、ですから降りるときにスカイマークのお客様はですね、うん、ゴミを降り口まで持ってきていただいたりね、うん、毛布を持ってきていただいたり、うん、そういうね、ご協力がないとね、やっぱできないですね。うん、ですからもう全員お客様も一緒に勝ち取ったという感じですね。うーん、私もあのスカイマークを利用させていただいた時にそれは感じましたね、あのすごくあの他のとは違うような中の様子ですよね。あの自分で駆けつけたりだとか、はい、まあ、本当にそれは定時性を求める、まあ、我々もそれを求めてやってるわけなので、まあ、それに協力しようというところと、はい、あとはやっぱりすごく面白いのが、はい、キットカットのチョコレート。そうですよね。これ今コロナでね、ちょっと中断してるんですけどね、うんうん、要はなんか手で触ったやつを渡すっていうことでね、うんうん、これはあのこの前まで社長だったネスレの高岡さんからね、うん、なんか一緒にやろうやないかって言っていただいて、うん、コラボのキットカット作ったんですよね、うん、あれはもう全空港の絵が描いてあるんですよ。あ、わかります。那覇空港、あ、はい、全部だから絵柄が違うんですよね。そう、あれを私1個もらって、まあ、空港書いてあるじゃないですか。で、隣の人のチラッと見たら違うんで、まあ、面白いと思って、客室乗務員に、すいません、これ全部もらえますか。ああみたいな。すごい。全部あったでしょ。ありました、すごかったです。あれなかなか好評ですね。本当ですよね。
あとね、はい、コーヒーも、はい、非常に短い、神戸、羽田間とか以外はね、うん、コーヒーもね、無料で出してるんですけど、うん、まあ、これも今、そういう事情でちょっと中断してるんですけどね。うんうん、ですから、例えばね、大手2社との違いがお茶が出ないとかなんか言われますけどね、うん、それはね、結局コストに跳ね返ってくる話なんですよね。そうですね。で、お茶が飲みたい人、水が飲みたい人のために、準備してるのは、この、まあ、小さなボトルですけどね、うん、あれ100円なんですよ、100円、うん、LCC なんか見たら、ってびっくりするような値段なんですが、あれあれ100円なんですよ。で、空港の自動販売機で130円ぐらい売ってるんです、100円で売ってるんですよ。ですからそこで儲けようとは全く思ってなくて、うんうん、要は航空賃をできるだけ下げたいと、うんうんうん、いうことなんですね、うんうんうん、はい、なるほどね、いや素晴らしい、本当にありがとうございます。ですね、はい、さっきお聞きしたかったんです、まあ、もうすでにお話しいただいたんですが、もう社員の数もパイロットあるんですけども、これは番組って、パイロットになろうということで、まあ、パイロットになりたい方もいれば、はい、まあ、航空業界全般に興味がある方もたくさん聞いてらっしゃるんですね、まあ、お子さんから含めて、はいはいはい、航空会社の中でもうパイロット以外にもたくさんの仕事があると思います。そうですね。で、その方に、まあ、どういったまずお仕事があるのかな、まあ、ちょっと一例で構わないんですけど教えていただけますか。なるほど。もうこれはかなり細かく言っていっぱいあるんですが、うん、まあ、皆さんから見えるところで言うとね、はい、もちろん空港に着いた時に、うん、チェックインカウンターがあって、そこに何人かいますよね、うんうん。そこで発見をしたり、あるいは手荷物を預かりしたりする人たちがいますね、まずね。うんうん、それから、手荷物の検査終わって、待合室に行くとですね、搭乗口の周辺にからちょっと覗いていただくとね、うん、ブルーの服を着た整備関係の人たちが、うんうん、働いていると思うんですよね。うんうん、そういう整備の人たち、それから皆さん預けていただいた、お荷物をですね、飛行機に積んだり、うん、あるいは、まあ、最初飛行機をですね、後ろ向きにずっと、うん、動かしますよね、うんうんうん、運転をする人たちとか、うん、要はそのグランドハンドリングをする人たちの集団があり、うんうん、それから機内に乗ると客室乗務員、それからパイロットがいると、うんうん、大きく言うとね、うん、ただ皆さんから見えないところでは、うん、本社でですね、うん、まあ、天候をチェックしたり、うん、あるいはどっかで不具合があったときに、うん、その今までの計画をね、どう切り替えていくか、うん、予備機を出すかどうかとかね、うん、そういうふうなものを判断している人たちとか、うん、で当然のことながら将来の計画を立てていく企画だとかね、うん、総務人事、それはもう当然普通の会社としてありますしね、うんうんうん、ですから非常に広いね、うん、仕事の分野がありますよね。そうですよね。やはり航空会社というところで、たくさんの方々がやっぱりパイロットだけじゃなくて航空会社という、はい、すごく、夢がある会社に働きたいという方がたくさんいて、そうですね、実際のいろんな質問も来てるんですけども、まあ、例えば、どうぞ。今確かにコロナの影響あります。でも先ほど佐山さんおっしゃったようにも、そこでもだん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 伸びていくんだよという時に、そのであれば例えば、その実際の現場で働いている客室乗務員だとか、グランドハンディングの方々って、うん、今回佐山さん出ていただきましたけど、例えば、はい、今月は基本的にはパイロットの方をよく呼びしたいんですけども、はいはい、今後です、本当にかかりな話なんですけども、はい、例えば客室乗務員さんだとかグランドハンドリング整備士の方っていうのは、もうそれはね全然問題ないです。いいですか。ありがとうございます。那覇空港のね、はい、スカイマークの沖縄空港支店の、はい、中村支店長に言ってください。わかりました。中村支店長 OK だって OK ですから。わかりました。まず間違いなく OK と思うんで。そういった現場のね、やっぱり直接働く方々が情報発信して、はい、ね、子供たちが、まあ、若い子たちがこの仕事に就きたいって思えるような、情報を発信したいと思って、ね、ありがとうございます。その時に皆さんからね、はい、具体的なもっとご要望とかいただければ、うん、我々もプラスですしね。あ、いいですね、はい、ありがとうございます、うん。で、質問です、メールが来てます。パイロットの採用について質問あります、はい、今年もエアライン未経験の有資格者の採用はありますでしょうか、うん、っていう今質問が起こってきてるんです、はい、コロナ以前はですね、はい、大体10名から20名ぐらいの、うん、全くゼロからの、うん、自社養成の、うん、パイロットの養成候補者ですね、うん、を採用してたんですが、うん、このコロナがね、この2月3月から来たんでですね、うんうん、
現在一応すべての採用ちょっとね中断してるんですよね、うんうん、これどこまでどうなるかわからないので、うんうん、それを見極めてということにしてます。なるほど。ただ当然のことながらパイロット自体は絶対必要なんでね、はい、いなきゃ飛ばないんで、うん、まあ、現在大体ですけど機長が、約260人ね、うん、それから副操縦士が約130人、うん、いるんですけども、うん、当然、これから業務拡大していくときに、うん、人材必要なんでね、うん、一旦中断してますが、うん、何がしかの方針は出さないといけないとは思ってます。うーん、まあ、本当に、まあ、私こういうお仕事してるもんですから、特に若い方々の人たちからパイロットになりたいんだけども、はい、ってところでやっぱり状況が状況なのですごく不安がってるのがあったんですね、はい、そうですよね、うん、まあ、確かにおっしゃる通り飛行機が止まるわけではないので。そうです、うん、ありがとうございます。で、我々は現在29機のね、はい、ボーイング737ダッシュ800飛ばしてますけどね、うん、今コロナで、まあ、しんどい時ですがここ乗り切って、まあ、将来的にはもっと伸ばしていこうと思ってるんで、うん、まあ、当然そうなればパイロットもさらに必要なんでね、うん、ぜひ注意深く見といてください。ありがとうございます。まあ、どこよりも早くですね抜け出して、うん、頑張っていこうと、うん、みんな力を合わせてやってますんでね。そのためにもぜひご利用くださいね。そうですよね。それが一番なんでね。そうですよね。まずは利用する。ありがとうございます。那覇空港から飛ぶときはまずスカイマークが飛んでるかどうか調べてから。今また別のコメントも来てます、はい、ちょっと待ってくださいよ。どうぞ。はい、息子が専門学校生でメカニックを考えてるんですが、はい、採用人数どれぐらい募集しますか。はい、うん、これは都市によって違いますが、当然その整備関係の人たちっていうのは、うん、必ず、まあ、どうですかね、まあ、20人以上はね、うん、20人前後は本当は取っていきたいんですよね、うんうんうん、というのはすぐに一人前にならないんでね、うんうんうん、というふうには考えてますが、今はちょっとコロナで、うん、ちょっとね、うん、非常に難しいところではあるんですが、うん、まあ、そこを打って第2波が来なければね、うんうん、何がしかの 方向性は出せるかもしれないですね。うん、まあ、実際今回コロナの状況で、まあ、パイロット、今回の質問があった整備士、もしかしたら客室さまざまな方々が、そうですね、ジレンマを抱えていると思うんですが、まあ、こういった採用が例えばない状態、将来はもしかしたらあるかもしれない、このすごく重要な期間だと思うんですけども、うん、はいはい、佐山さんからするとそういった方々に対してどういったことをやって準備をしておいた方がいいのか、うん、全く別の仕事をするのか、 それともっていう、なんかそういうアドバイスありますか。うん、はい、これから日本はですね、まあ、昔は新卒採用ありきでね、中途採用ってのはほとんどないような状況だったと思うんですが、もうどんどん変わっていってですね、特に新卒でもどっかでちょっとなんかの経験を積んで入ってくる人っていうのは増えてくると思うんですよね。ですから自分の思いですね、これをしたいっていうのをですね忘れずに、それに向かってで今はこれをちょっととりあえずやっとこうと、うん、そのための勉強にもなるからと、うんうんうん、だから例えば整備だったらですね機械関係のなんか勉強するとかね、うん、資格を取るとかね、うん、要は目標さえ忘れなければ必ずチャンスは来ると思うんでね、うん、ぜひ目標を忘れないで頑張っていただきたいと思いますね。うん、あ、もう今ねラジオを聞いているね、そのいろんなたくさん質問来てます、はい、パイロット志望の方、整備志望の方、うん、客室乗務志望の方、たくさんの方からに対してね、勇気をいただける発言ありがとうございました。先ほどですね下島空港の話しましたけど、実はこれも、はい、まあ、この番組を紹介してくれた来週出てきていただける池内さんともお話をしたんですけども、下島空港って、まあ、最近できた空港じゃないですか、ものすごくそうです、ね、すごく開放的な空港で、はい、そうですね、去年の空の日すごいイベントやったんですよ、はい、空港の中でたくさんの人たちをお呼びして、で空港の中にある職業を体験していただくとか、うんうん、なんかすごくもうワクワクするようなイベントがあったので、はいはいはい、例えばですけど もう本当にこれ私すいません、例えばですね、例えば飛行機 でチャーターで行きます、でそこで、はい、もう本当に下島観光と航空教室がもうイベントになったチャーター便があると、なんか全国からそういうのって飛行機に対する興味がある人がバーって来るような気がするんですけども、はい、まあ、そういうね、ご要望はね、どんどんお寄せください。あ、ありがとうございます。はい、できることはやりますし、空の日については、はい、各地方空港でね、うん、まあ、神戸とか茨城とかいろんなところで、うん、おっしゃったようなこともやってますんでね、うん、ぜひ下地でもね、できればいいですね。いや、はい、素晴らしいですね。ありがとうございます。
はい、ですね、あとですね、沖縄に先ほどね、よくいらっしゃる、ええ、沖縄って、はい、まあ、沖縄の空、海ってあるんですけど、沖縄によくいらっしゃって、大体どういったところに行かれますか？まあ、昔はね、はい、昔はゴルフに行ってましたけども、うんうん、今は仕事の関係とかが多いですよね。よくいらっしゃる、まあ、飛行、空港の関係がね。はいはい、ありがとうございます。はいはい、ですね、やっぱいいですよね。あ、あとそれとね、はい、琉球ゴールデンキングスでしたっけ、バスケのね、はい、B リーグ、はい、B リーグジェットっていうのが飛ばしてましてね、うん、B リーグとのコラボで、うん、特に、琉球の方も私も一回、応援に行かせていただきました。はいはい、いろんなところ応援に来ましたけどね、うん、私の印象ではね、ダントツにね、うん、琉球の皆さんの応援がすごいですね。あ、本当ですか。いや、いや、あのね、ディフェンスからね、うん、オフェンスに変わった後のあのノリね、はい、あのジャミスがバーッとなってね、そうそうそう、ガーッていく、はい、あれはね、日本一ですよ、ダントツ。本当ですか、嬉しいな。素晴らしい、うん、また強いですしね。はいはいはい、うん、いや、素晴らしい、ありがとうございます。じゃあそうやって沖縄の地元のね、プロバスケットチーム、ゴールデンキングスの応援、それもね、ツイッターでよく拝見しております。ありがとうございます。そうですね、ですからゴールデンキングスの応援、アウェイの応援っていうのは必ず飛行機乗らないといけないはずですな。はいはいはい、ぜひスカイマーク乗っていてくださいね。はい、みんなで応援しに行く。よろしくお願いします。確かにあの応援は行ったことある会場すごい、いや全然違います。すごいっすよ、全然違う、ね、本当あの盛り上がりは最高ですね。逆に自分たちは他の地域と比べることがないので、あ、なるほど、あの乗りが、いやもう全然違う。あ、そうなんですね。ダントツです。騒ぐの大好きな、ダントツ、ダントツ、いいですね、素晴らしい、ですね、今ね、質問が来てますね、はい、いろいろ、前田真嗣さん質問です。ジャラオラの国内線占有率、これから一気に奪わないのですか。なんかぶっちゃけ来ました、うん、奪おうと思ってます。怒られますけど。いや、奪うとかいうことじゃなくてね、うん、これは我々が何も頑張ってもですね、やっぱりお客様が選択されるかどうかなんですよね、うん、で結局、いかに、心地いいか、もう一度乗ろうかっていうことだと思うんですよ、うん、清潔でね、うん、それから遅れない、うん、心地よい、うん、そういうことが揃っていて、値段がリーズナブルであればね、うん、選んでいただけるはずなんで、ね、うんうん、その辺のところは、まあ、値段とか、うん、そういったものっていうのは他社との比較でもあるんでね、うん、その辺を睨みながら、うん、皆さんに納得していただける条件、うん、あるいは環境を提供したいというふうに思ってます、うん、そうなれば奪うんじゃなくてね、うん、自然に流れてきていただけると思ってるんでね、うん、頑張ります。ありがとうございます。まあ、その辺のところもね、沖縄空港支店、はい、の皆さん呼び出してですね、はい、ガンガン要望も言っとくださいね。あ、わかりました。じゃあ、遠慮なく。どんどん改善しますから。また、もうどうぞ。どっかのタイミングでぜひ来ていただいて。はい。ぜひ。ありがとうございます。また質問が来てます。ですね。はい。絶対匿名希望のですね、シアトル在住、はい、片目の飛行教科前田真嗣。全然匿名になってない。はい。質問来てます。現在日本男子はコロナで弱ってます。あのミニスカートユニフォームはいつ復活するのですか。はい、それは巨人軍はね、永久に不滅ですって言ってますが、それは永久にありません。前田真嗣はふざけた質問がさらっと流されました。今のねユニフォームは昔はご存じのように、はい、ポロシャツだったんですよね、はいはいはい、ですが、まあ、新体制になって、まあ、ユニフォーム作ろうということで、うん、あれはユナイテッドアローズ製なんですね。初めてユナイテッドアローズさんが、うん、ユニフォーム作ってくれたんですよ。うーん、あれユナイテッドアローズまだ唯一かもしれません。うーん、航空会社だけじゃないですよ、全部日本中のユニフォーム今作ったことないんですが、お願いしたところ作ってもらったんですよ。あれは社員の皆さんから30ぐらいでしたかね、アイデアが出た中で一つ絞って最後にユナイテッドアローズさんに手を加えてもらったんですね。うーん、はい、ユナイテッドアローズのユニフォームです。ですからミニスカートへは、まず間違いなく復活はないですね。はい、ありがとうございます。ちゃんと答えていただきましたよ、はい、2つ目の質問です、はい、固めのパイロットはいつになったら本社の操縦士になりますか。現住40歳、要するに身体条件が合わない方もいるわけですよね。
その辺はね、ちょっと私ね、わからないんで、パイロットの人に聞いてもらった方が詳しいですよね。わかりました。じゃあこれは来週以降に始まる、はい、そうですね、パイロットしてください。はい。直接ぶつけてみましょうか。他に質問ありますか、はい、やっぱりコロナの影響大変なんですねってとかいっぱい来てますよ。そうですよ。コロナの影響はね、例えばね、だいたい1日2万2000人ぐらい乗っていただくんですけどね。うん、最低はね、ゴールデンウィーク。一番低い時はね、500人でしたからね。2万かですか。あ、2万か500人。うわぁ、で、それがやっとだいぶ戻ってきたと。で、一番少なかった時は、1日22便ぐらいまで減らしてたんですよね、5月はね。はいはいはい、ですけど、昨日から、うん、あ、110便まで戻してます。110まで。で、今度、今月の17日からね、うん、さらに戻そうとしてるんですが、それどこまで戻すかはですね、うん、今できるだけ乗っていただかないとですね、うん、伸びなかったらちょっと減らそうかってなるんで、ぜひご利用いただければまたどんどん増やしていきたいと思いますね。これみんなの協力が必要ということですね。はい、そうです。お願いします。その、まあ、便が戻る予定は立てていて、はい、最終的にはもう本当に、戻ってほしいと思いますね。はい、はい、はい、ありがとうございます。藤田直哉さんからのコメントですね。新卒採用という日本の慣習がどんどん刷新されていく流れは大切だと思いますという、海外で飛ばれているパイロットの方ですね、はい、ありがとうございます。それはもう賛同します、はい、ですよね。あと質問来てますよ。どうぞ、何でもいいですよ。飛べないニート、ただのニートという方から、FSO 我々ですねとスカイマークで、例えばパイロット養成でジョイントプランなどの計画は進んだりしていませんか。何も言えないでしょうけど、何も今はしてないですけど、うん、まあ、今はまだゼロですけど、うん、これからね、具体的に何かあればもちろんできますよね、はい、例えば沖縄地区のね、はい、そういった希望の方集まってもらって何かするとかね、はいはいはい、あるかもしれませんけどね、今はまだね、具体的にないですけどね。なぜ今日初めてですか。そうなんですよ、皆さん、リスナーの皆さん、私ですね、今日決まってたらびっくりします。番組が始まる30分前に、はい、まあ、メールではやり取りしたんですけど、始めましてから始まる、はいはい、あれ、いきますか。あ、ですね、レンカさんという方からですね、メッセージ来てます、はい、以前最終便で困りことが起こり、はい、スカイマークのスタッフさんの起点があって助かったことがありました、ありがとうございますってお礼が来てます、はい、そうですか、ありがとうございます。やっぱりそういうのは本当に一線で活躍する一線で働く皆さんがそういう意識を持ってるから、はいはい、お客さんにちゃんと対応できる。そうですね、それとですね、他社がやってないことで我々がやってることっていくつかありますが、その中の一つがですね、はい、ご登場いただいた時に、はい、着陸したらですね、電波通じますよね、うん、それで簡単なアンケートをお答えいただいてるんですね。あ、それ搭乗券の QR コードをピッとすれば出てくるんですけど、はいはいはい、例えば、今回の空港、飛び立った空港のイメージね、うん、5点満点、あ、それから客室のイメージ、うん、要は乗ってる間のイメージね、うんうん、それからスカイマーク全体のイメージ、うん、でその他のご意見というこの簡単なことなんですよ。でそれで送信すれば、うん、いつも何かが当たりますから。今ね、セブンイレブンの、うん、チョコジャンボモナカでしたっけ。なんかあれでしょ、パリッとしたチョコレートが真ん中に入ってる、はいはい、あれが当たりますからね、結構な確率で。いいですね、いいですね、皆さん。ですからぜひね、はい、そういうね、皆さん乗っていただいた方のご意見と一番大事なんですね、うん、ですからどっかのね、うん、アンケート会社に頼んでやりましたじゃなく、うん、毎日入ってくるわけですから、前にそういうご意見をいただいて、で週に1回ね、毎週水曜日にその振り返りをやってるんですよ、うん、はい、で改善できることは改善していってます。いや、ありがとうございます。やはり今日ね、はい、初めてお会いして、で本当にスカイマークの全体 そのイメージが伝わり、はい、でそれを多分リスナーの方にも、ちゃんと伝わっていたと思います。やっぱりそのどん底から1位に上がり、上り詰めたというところも、はい、すごく、感動いたしました。
もう本当に1時間では全然足りないんですけども、でもそうです、ね、スカイマークとして本当にトップの佐山さんが最初に出ていただいて、今後はですね、沖縄支店のパイロットも含めて、客室乗務員様々な航空業界の方とお話をしてですね、この、我々地元沖縄、そしてラジオを聞いていただける、今インターネットなんで、日本全体です、その方々に、勇気を与えて、もう航空業界で頑張ろうというようなメッセージに伝わっていただければ、嬉しいです。ありがとうございます。実はですね、それで、スカイマーク月間ということで、来週はですね、スカイマーク株式会社沖縄支店の池内機長、にお越しいただいて、スカイマークの魅力、沖縄ベースのフライトについて、お聞きしていきたいと思います。この番組、玉の穴へのパイロットになろうは、日本人初の、FA パイロット試験科が熱血指導する FSO パイロット留学アカデミーの提供でお送りいたしました。佐山さん、本当に貴重なお時間ありがとうございました。これですね、よろしくお願いします。これですね、はい、1番1番担当です。ありがとうございました。よろしくお願いします。ありがとうございました。